背番号55番上田直道です。皆さんからいただいた質問に答えていきます。奥さんチームから何番何番って言われて、まあ、55を選んだ。はい、久しぶりにやるんですごい楽しみな部分が大きいです。まあ、プレースタイルも含めてユーマとかはまあいろいろと変わったなと思う部分はあります。ストライカーとしてだけではなく他の仕事もいろいろやってくれてるなと、はい、思います。みんないつも通りですね。大きいです。恋話してます。みんなに期待してます。まあ、よく話してるのはユーマ、柿田、その辺ですかね。結局その2人がご飯に行く回数も多いかもしれないです。その2人です。1人っていうのはないですね。先輩方全員に本当に、はい、いろんな刺激受けてます。それ恋人としてですか？無理っすね。シャワー、お風呂の部分と、まあ、トイレが1個じゃなくなったってことですかね。やっぱそのチーム、街も含めて一番落ち着くなと感じれるなと、はい、思ってます。まあ、全部楽しみですけど、やっぱ開幕戦ってのは一番大事だと思うし、その中でもやっぱ同い年で同級生の豊川もいるんで、はい、その試合ですかね。まあ、そのまま豊川ですかね。じゃあ別に決まったことはそこまでないですね。はい、まあやっぱりその強さという部分は見せていかなきゃなと思ってます。自分のパターンに持っていくことと相手をどれだけ観察するかだと思います。同い年の友達に誘われて始めました。それいっぱいあります。それは嬉しい思い出もあるし辛い思い出もあるし、それいっぱいあります。別にいないですね。デパイ選手ですかね。何でもできるなと思いました。はい、タコですかね。最初の頃は言葉ですかね。まあ、日常ならそこまで問題なくは。ベルギーですかね。環境というか場所的にはフランスが良かったんですけど、ベルギーは周りに日本人の方々もたくさんいたし、まあ、家族として付き合ってる部分も多かったんで、そういったところでは楽しかったなと思ってます。それはうまくなったのか分かんないですけど、まあ、海外にいてたんで日本語が喋りたくてしょうがないだけかもしれません。やっぱ自分の実家であるやっぱ宇土市、まあ、その中でも最近は、ワンピースのジンベエ像だったり、そういったいろいろもそういったものも増えてきてるし、まあ本当田舎ですけど、はい、ぜひ皆さんにも来ていただきたいなと思ってます。寿司僕には全く似てないですね。普段は、まあ、一緒に散歩したり、はい、まあ外に出かけたりしてます。まあ子供と一緒にいれば一緒に遊ぶことですかね。えのき梅干し。宮崎に来てブラックピンク聞き出しました。なんかいい曲あるかなと思って韓国のなんかランキングみたいなの見てて、それで聞いたらいや結構いいなと思って、はい、今になって聞き出しました。はい、でも毎回結構少しずつ変えては言ってるんですけど、みんなに同じとは言われるんで、まあ、そんな大胆に変えることはないかなと思います。継続、やっぱ子供と遊んだりすることですかね。今はブラックピンク聞くし、まあ、好きって言われたら、まあ、ワニマとかも好きですね。まあ、覚えてないです。小学校なんですかね。小学校か中学校かそんぐらいじゃないですか多分。ロングですね。まあ、結構割り切ってる部分も多いんで、まあ奥さんもやってくれてる部分もたくさんあるんで、そこは僕もサッカーに集中できてる部分があるんで、まあお互いがカバーし合えればいいのかなと思ってます。ご飯派です。まあ家族で、どこかに出かけることが多いですね。負けないチームじゃないですか。優勝それだけです。また皆さんと共に戦えるのが本当に楽しみですし、ぜひクラブハウスやスタジアムに足を運んで応援していただければと思います。今年も1年間応援よろしくお願いします。